どうも、かんさくです。どうも、めさくです。どうも、とうしです。どうも、かんちゃんです。どうも、せんちゃんです。どうも、くいです。ほいさん、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 いきましょう。そして、そしてなんと今回は、はい、おいさっくも来てます。どうも、さくです。よいしょ。大きなったね、俺お前そんなん用意してたんかそうなんですよ、メインで出たと思いますけども、ね、はい、ちょっとおじさくにサプライズでやったじゃないですか、はい、今春休みでおじさくが東京に来てるので、はい、せっかくだったら一緒にね、うん、撮影しましょうということなんですけども、うん、はい、さあ今日なんですけども、うん、皆様こちらをご覧ください、うん、こちらひらめきを形にするパナソニッククリエイティブミュージアム、うん、アケルエさんに来ております。やったー、アケルエさんありがとうございます。ありがとうございます。おじさくもちゃんとお礼言うて、ありがとうございます。 Thank you very much もうね、無敵なのよ何でもできるからね、天才ですから。というのもですね、なんと今回ですね、あのパナソニックさんから、はい、あのパナソニックさんからね、カジサクファミリーでこちらでできるですね、いろんなものづくりの体験をしてみませんかというお声掛けをしていただきました。やばい、すごい。どうした、もう本当に楽しい当時こんなめっちゃ好きで、今日ちなみに建物、パナソニックさんの建物に来た時点で、はい、パナソニックやみたいなえ、これ本社本社みたいなめっちゃテンション上がってる。もうさ、周りの建造物見てもうすごいのよ。すごいよね。ちょっとチラッといいですか、そっち映しても、うん、こっちもめっちゃ楽しそうで、すごいよ。もうさっきカメラ回す前みんな散らばってさ、子供たち、ね、嫁作もなんかこれずっといじってたね嫁作がこれ気に入ってたんですね、嫁作が、うん、これ嫁作めっちゃ気に入ってた。すごい、あっちもすごいよね、そうなんですよ、うん、とにかくですね、はいはい、もう楽しいんですよ、はい、でね、まあ今日ちょっといろいろやっていくんですけども、はい、今回ちょっと二手に分かれて、はいはい、ちょっと体験していきたいなと思います。なるほど、まあ、二手っていうのはですね、僕と、うん、年長チームですね、はい、僕、当時、おいさく、かんちゃん、はい、そしてもう一チームが嫁さく、せんこちと、はい、で、分かれてちょっと体験していきたいなと思います、はい、じゃあ早速いきますか。はい、はい、というわけでいきましょう、せーの、お願いします。はい、マッチョ久しぶり。さあ、これからですね、うん、僕たちのチームは 3D プリンターを作った体験をしたいと思います。当時、かんちゃん、おいさく、よろしくお願いします。お願いします。そして今回教えてくださるお兄さんがこちらです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こっからもうお兄さん主導で教えてる、これパソコンやんか、すごいやんか、うん、で、なんかあっちにこう反映されるみたいな、はいはい、ミラーって言うんだよ。ミラーリング、画面ミラーリング。あ、画面ミラーリング、うん、ミラーリングだ。これちなみに当時はコジモだけど、習い事でこういうのしてるから、あ、そうなんですね。もう当時そういうの作ったことある。そう、そうか。お兄さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあここからはこの今手元にあるこのシートが一緒に作るワークシートになってます。で、はい、これを見ながら一緒に作っていきます。こちらです。じゃあまずこれを開いてもらって、ここに使う材料っていうものを見てください。 3D プリントパーツとプラマル棒って書いてあると思うんですけど、皆さんに実際このティンカーキャドでモデリングしてもらうのはこの 3D プリントパーツ、はい、コマの回るところですね。あとコマって棒がついてるところ、こうやって回すやつ、はい、それは後から作ります、はい、ここでは実際に作りませんということで、じゃあ実際にもう一回作っていきましょうか。これ来るんだ、時代やわ。すごいっすね俺らがちっちゃい時はなかったの。ないないない、あるわけないですよ。パーソナルコンピューターが珍しかったもんね。いや、ほんとそうですよ。すげえな、うん、おひさくあれ、おひさく大丈夫か、おひさく大丈夫か、わからん俺、わからん。でも、おいさっくの横にはお姉さんもついてくれてるからおそらくお姉さんも、あ、この子多分分からへんなっていうのがベタ好きでベタ好きでじゃあ、どんどんやっていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。私たちは手書きで迷路をやっていきたいと思います。楽しそう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、みんなにはこんな感じの手作り迷路を作ってもらいます。楽しそうだね。こんな感じ、すごいね。実はね、これは手書きでこうやって迷路を描いてレーザーカッターっていう機械を使ってこんな感じに仕上げました。早速迷路を描いていくので、はい、このティンカリングシート開いてください。うん、それ開いてごらん、うん、やり方がしっかり書いてあるんですね。で、最初は鉛筆でここに用意したので、鉛筆で下書きをした後、はい、OK と思ったら黒いペンで清書していきます。はい、
であんまり難しすぎるとうまく作れないので、はい、シンプルに考えるといいかもしれない。結構もうそうそうそう上手上手、うん、すごいな。もうイメージできてんのかな、コジ。いいじゃん、コジ、うん、いいね、いいね、いいね、太くてちゃんと。コジさん、スイッチ入ったらもう喋らないですけどコジ、でもめっちゃいいね、太くていい、ね、すごい上手。言われた通りにドイツでこうドラッグすると持っていくことができるので。接着大丈夫です。ドラッグっていうんだ。ドラッグ、クリックしたまんまその画面に持ってくる。ここで一回クリックして、どこでもいいですか。どこでもいいです。あと動かせば、いや、ナイス、すげえ、いいよ。一個でいいですか。とりあえず一個持ってきてみる、すごいすごいすごい、あ、それまだかもしれない。みんないいねできてるできてる。はい、じゃあ今回はこの中から2つ形を使いたくてですね、この星がついたパーツの中から自分が使いたいのを2つここに置いてください。はい、違う種類でもいいし同じやつを2つ大丈夫です。あと同じになっちゃったから変えようか。いいよ、変えるわ。じゃあソートロ巨神兵作ってる。何巨神兵って。巨神兵の顔こんなんじゃなかった。顔を作ってる。それで爆なんたら。これで。でここの数字を一回触って、うん、打てるようになるんですね。でここで3って打つ。で、お、うわすごい。薄くなる。シンプルっちゃシンプルっすよね。シンプルです。どうおいさくわかりそう。分からん。なんでだ。今おっちゃんでも分かったで今。あの赤い点を一回タッチした後にタイムや。やってみようかとりあえず。うん。かんちゃんどう分かる？うん、もう。当時いってるやん。当時。早っ。早っ。OK です。あ、もうできた。あ、でもかんちゃんもできた。かんちゃんもできた。早っ。どうよ。あ、おいさくおいさく。あ、おいさくもいけてるやん。できてるやん。それもいっちゃって。みんなとやり方が違うな。ほら、なんかお前だけ手作業や、なんか数字を打ち込むみたいなことでみんなやってたんだけど。それでもいいですか。大丈夫です。大丈夫って。大体さんなら大丈夫。大体さんなら大丈夫。よかったよかった。大丈夫でよかったよかった。さあということで、コジできた？うん。見せてください。すごいね。難しすぎとか。うん、上手だよ、すごい。すごい。ちゃんと線太く描いてるしね。うんうんうん。うん、楽しい迷路になりそう。いいね。せんちゃんは？これ。できた？あ、めっちゃかわいいじゃん、せんちゃん。かわいい。上手だね。せんちゃんのはいろんな絵をこうやってつなげていくってこと？うん、うん、いいね。じゃあ2人ともとりあえず下書きは完成っていうことですね。はい、はい、じゃあ下書き完成したということなので、はい、あ、いいね、黒いペン持ってるね。そのペンを使って聖書本番を書いていきましょう。せんちゃんの下書きをママがまずやりますよ。お手本です。で、これを黒く塗ってください。塗れますか。塗り絵得意やもんね。いけるかな。お、上手上手。はい、お、道になるところ黒く塗りつぶしてください。なるほど、こっから道になるところ、なる方よ。あ、こういうこと、こういうこと、そういう、こういうことだ。円錐、円錐っていう形。円錐って知ってますか。はい、数学で習いました。じゃあこれをもう、あ、コマや。出すと、これもうコマですよね、これ。すごい。これを出してください。出した、みんな出ました。はい、みんな円錐出た。じゃあこっからの作業は今までした、してきた作業のもう繰り返しです。そういうことか。ここのどういうことや。俺はもう分かりましたよ。マジか。はい、あ、すごいすごいすごい。うん、平面に見えて、これちゃんと、かんちゃんもう一回見せて、今横にして、ほら、ちゃんとなっとんの。なってますね。おいさくも、ちゃんとほらなっとるなっとる。5ミリの円錐ができてる。いいね、すごいな、みんな。うん、はい、じゃあみんなバッチリですかね。先生、できてますよ。完全に覚えてますね。はい、素晴らしい。じゃあ次は、ここを次する作業も
まあ、簡単だと思うんですけど、ここがあのコマがちゃんと回るかの一番大事なところなんです、うん、ここの上にここ重心を正確に合わせてここを置いてほしいんです。そういうことだ、うん、そういうことです。ちょちょちょもうちょカンちゃんも置いてもてるやん。すごいやんカンちゃん完璧やん。しかもなんか良さげやし、自分で一番軸としてたとじも、これはもう自分の目で真ん中だっていうところは、なるほど、これはもう感覚なんだ。感覚で当ててください。おいさく細かく見てるね。さくよね。画面顔近いね。お結構良くない。どうどれどれ、ほらこんなもんちゃんと真ん中になってる。もうちょっとだけ、もうちょいですか、もう懸垂の先端で回るの。あ、いいんじゃない。どうよ、もうちょい右か、こう回ってく真ん中になる。もうちょっと左ちゃうか。上から見て。どうや。もうちょっと見ない。厳しいな。厳しいね。ちょっとぐらいええやろ。ここが一番大事やねん。ね、一番大事やねん。これむずいね、マジで。回れへんなるから、もうちょっと右よ。右？うん。ちょっとさあ、これ。こんぐらいか？あ、ちょっと違う、もうちょい左。ちょっとここで。もうちょい左。頑張れ、頑張れ。どうや。もうちょい左。これだと。ちょっとここや、もうちょっと右、なんかやだ。厳しいねんこれ、厳しいねんなあ、ちょっとぐらいええやろ。先生ちょっと教えてあげてください。先生お願いします。先生上から見ていて。さあ、ということで2人ともペンでの下書きが完成しました。はい、じゃあちょっと見ていっていいですか。個人見せてください。はい、個人作。おお、いいね、すごいすごい。太く書いて結構何想像通りにできた。うん、いいね、上手だね、素晴らしい。そして想像とかね、こじ、うん、してない。え、どういうこと。普通に描いた。あ、もう感覚で描いてたらこれができたって。天才じゃん、こっち天才や。すごい、でも上手だね。すごい、いい、いい。これが迷路になるってことだからね、この。え、せんちゃんは見せてください。あ、あ、かわいいじゃん。いい、上手だね。うん、やったやった。ちょっとね、難しそうだったけど、できたね、すごい上手に、うん、じゃあ、これでとりあえず下書きは完成ということで。はい、じゃあ、続いての工程に入っていくってことですね。完成ですね。お、完成したか。やったやった、素晴らしい。すごいすごいすごい。問題はこれが回るかどうかっていう。回るか、そこですよね。実際この 3D のモデリングっていう作業はもう一旦以上なので、はい、あとはもうここで作った形をあそこの 3D プリンターの機械に送るっていう作業です。すごい、ここに送ったらデータ送るんだ、はい、かっけえ、はい、さあということで、はい、皆さんの下書きが出来上がった後なんですけども、続いてはどんな工程ですか。はい、今皆さんに描いてもらった絵がデータになりました、うん、はい。このデータをもとにレーザーカッターでカットしていきます。はい、カットね。そう、カット。じゃあ早速動かしていきましょう。はい、最初何を作るんだろうね。うん、描いた。すごい音、動いてる。あ、動いた。あ、すげー、来た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 、みんな見に来た。来た来た来た、すごいすごい、動いてる。すげえ、すごい。これはコジかな。うわ、すごい、本当だ、焦げてる匂いがするね。みんな、みんな、あ、当時もみんな見に来た。これはもうあと自動でできていくのを待つ。そうですね、感じですね。だいたい10分ぐらいでできます。すごい、見るのも面白いから。じゃあちょっと完成するの待ちましょうか。はい、はい、さあ今からですね、はいはい、このこちらにデータを飛ばして作っていくんですけど、すごいっすよね。ちょっとせっかくだったらこのタイムラプスみたいなのにしようかなと思って。なるほど。そう、実はこれを作ってる間にちょっともう一個やりたいことがあるんで、はいはい、そっちに移動するんで、はい、ちょっとこれに取っときます。なるほど。そしてお兄さん、データもう送ってもらったんですね。送ってます。じゃあもうスタートしてもらってもいいですか。はい、来た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 。これでコマができるんでしょ。信じられない、さっきね、みんなが作ったやつが。これ3つのデータを送っているってことはどういうことなんですか。1個ずつとりあえず作っていくってこと。それとも3つとか3つ同時に作って、もうなんか出てる出てる。あ、出とるわ。出てる出てる。
なんでなんでなんでこうなってる。え、何の形？わからん。あ、ちっちゃ。あ、本当だ。当時の形になってる。なってるな。当時の作ったやつだ。すげえ。おもろ。これをだいたい30分ぐらいかけて完成までいくってことですか。はい。これはちょっと映像で楽しんでもらいましょう。確かにそうですね。こちらです。さあ今ですね、ちょっと移動してきたんですけども、まあ、現状ね年長チームの駒だったりとか、年少チームの迷路を作ってる最中なんですけども、その時間を使ってちょっとある体験をしたいと思います。こちらのカフェでですね、ご飯を食べながらクリエイティブな体験ができるということなので、子どもたちに体験してもらいます。よいしょ。ちなみに今回も2手に分かれるんですけど、こっちのチームがですね、バタフライピーレモネードという体験を、そしてこっちのチームはパウダーペイントポテトという体験をしてもらいます。要はまあ飲み物とポテトで。こんなことでもこうクリエイティブな体験をできるです、ね、すごいよね。まあとにかく楽しんでいきましょう。それでは早速やっていきたいと思います。では説明してくださるお兄さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。この青いやつはハーブティーなんですね。で、豆科の植物を使っているハーブティーで、ちょっとじゃあ実際に一口だけ飲んでみましょう。はい。ちょっと楽しみなんやけど。ああ楽しみ。やばい。飲んでいいですか。飲んで大丈夫です。どうぞ。飲みすぎないでね。そう。少しだけ。うん。すごい飲みやすい。うん。なんかどういう味？なんか葉っぱの味する。ちょっとおやつ苦手そうな顔してますね。ちょっと今のところ苦手。じゃあ続いて一番左側のちっちゃいビーカーに入っている黄色いこれか液体を入れてみましょう。これ全部入れる。全部入れちゃって大丈夫。え、そうなの。あ、ゼリー。おい、すげえすげえすげえ、色変わった色変わった。あ、色変わった色変わった。おもろ。あ、見てめっちゃ綺麗今これ。うん、綺麗。綺麗じゃないですか。グラデーションになっててね、ちょっと綺麗、うんうん、青、紫、黄色。綺麗綺麗綺麗。あ、綺麗。じゃあこれで飲んでみましょう。どうだ。味が変わってんのかな。かんちゃん、かんちゃんと先かんちゃん聞くわ。どう、かんちゃん。いや、食感というか、うん、この口触り、うん、舌触りがちょっと変わって、うん、味はそんなに変わった感じがないかも。そんなに変わってない。さあ、何の顔やそれ。君はもう完全に苦手だよ、ね、確かにちょっと味変わったよ。うん、変わったけど落ち葉足すゼリーみたいな。ちょっと落ち葉足す。ごめんなさい、ちょっと大丈夫です。いやでもね、うん、ハーブティーですもんね。いやでも美味しい、はい、元々はうまい、うまいですよ。美味しい。ハーブはね、あの苦手な人は苦手だったりするから、はいはいはい、うん、じゃあ続いてちっちゃい方の試験管に入ってる液体を入れてみてください。レモン汁。すげえすげえすげえ。何やろ、なんだこれは。レモン汁です。どうなるの。あ、入れた。ちょっと紫が濃くなります。あ、ピンクっぽい紫。あ、薄まった。うん、かわいい色してる。ブドウジュースみたいな色に変わったね。うん、すげえすげえ。酸味が増した。うん、あ、うまい。あれうまいぞこれ。ここに来て、これうまいぞ。面白すごい、うまい。え、急に急に。いや、今さ、これ普通うまいジュースやん、うん、前まで落ち葉やって。いやいやいや、表現。落ち葉からジュースに変わった。すごい。まあ、結果的にね、美味しかった。いや、うまいうまい。もし、甘さ足したいんだったら、こっちの大きい方の、うん、わお兄さん、足さない方がいい。どうだろう。やっぱ足してみたいですね、ちょっと。だからちょっと半分ぐらい。うん、うん、甘さがこれで出る。こんぐらいかな。なんだ、混ぜよう。どう変わるのかな。さあどうだ。あ、ミスったー。ミスったー。帰れ。入れる方が良かったな。今これ。お兄さん、もっと止めてや。あー、ミスった。止めてたのよ。止めてよ。いや、うまいうまい。でも止めてたのよ。うん、うん、
あ、でもなんか最初甘くて、うん、後からこう酸味が来るわ、うんうん、うまいうまい。でもあ、美味しい美味しい、ずっと美味しい。これカンちゃんはね、タイプだった。さあ、ということでカンちゃん、どうでした？うん、ずっと美味しくて、うん、ハマりました。あ、本当に。で、しかもその色が変わっていく感じとかも楽しくて、うん、これ入れ、一番はこれ入れた瞬間のあのグラデーションみたいな感じの色が一番好きでした。うん、はい、おじさくどうでした？なんか楽しかったわ、マジで。だってさ、うん、普通のジュースじゃなくてさ、うんうん、こう色も変えれるし、うん、でこの甘みも変えれるし、うん、酸っぱさも変えれる、うん、で、落ち葉の楽しめる。そんなないですよ。これすごいと思うよ、これ。落ち葉とゼリーが楽しめる。落ち葉は別にそんなないんですよ。いや、これ多分落ち葉入ってんねん、これ。入ってんす、入ってないっすよ。入ってんねん、でもうまかったっす。うん、でも結果的にね、美味しい味になってたもんね。うん、ということで、大成功ということで。よかった。はい、ありがとうございます。さあ、ここからはですね、うん、お姉さんにいろいろと教えていただけると、はい、まずはこちらご覧ください。これポテトね、あるんですけども、おいしそう。で、いろんなこれパウダーっていうんですか。パウダーです、はい、状況でございます、はい、パウダー。ではお姉さん、はい、お願いいたします。じゃあこちらのパウダーペイントポテトというメニューとなっております、うん、ここに10種類のパウダーがあります、うん、このパウダーには味っていろんな味があって、ゴミ、辛いとか甘みとかいろんな味があるんですけど、それを自分で3種類選んでこのパレットにちょっと垂らしていってください。これをここで、これ、まあ、3つ全部混ぜても大丈夫だし、3ついっちゃう。まずはかぼちゃと塩をやって、後からこれを足すとか、もうご自由に。どうしたい？やってください。どれとどれを混ぜたいですか？うん、難しいか。全部いっちゃう。全部混ぜちゃったら、うん、かわいいと思う、うん、出してね、いっちゃうか、うん、オッケー。だからこうですよ、はい、全部はいかないですよ。もちろん、これとこれ混ぜる、うん、うん、2つにした。あ、塩やめとく、うん、じゃあこれとこれ混ぜてさ、かぼちゃと、お、綺麗だね。そんなん絶対子供たち好きやん、うん、楽しいね。味のこう感覚みたいなのも学んでもらうために。なるほど。じゃあ先生、パパがしっかり混ぜてやろうか。あと結構ほうれん草とか嫌いな子でもパウダーで食べてもらうといけるとかもあるかもしれないので、ちょっと野菜嫌いを克服してもらったりするのもいいかなと思って。ほら、こんな感じで色がね、ちゃんと変わってる。先生、食べてごらん。この辺に、この辺にバンってたっぷりつけてごらん。混ぜたら味がどう変わるか。どうだ？どうですか？どう？どう？タイミング的においさくのミスったが入ってきたよね。気になっちゃったけど。美味しかった？うん、よかったよかった。すげえ気になる。ああ、じゃあ次コジとトウジ。うん。もう同時にじゃない？やっちゃおう一緒に。じゃあコジ辛いの行こうか。まず食べて。うん。つけやすくするんだね。うん。つけ。自分で言ったんだと？そうよ。それぐらいだったら大丈夫じゃない？大丈夫大丈夫。はい、せーの、どうだ？どう？大丈夫。辛かった？辛かった。コージ。オッケー、じゃあ当時次混ぜたら、うん、何がいいかな？どう混ぜるか。いや、全部面白そうじゃない？うん、このこれは絶対うまいのよ。そうだよね。で、面白いのがこの2つかこの2つの。なるほど。そう、まずこれかけるじゃん、うん、甘いのと出汁って合うのかね、うん、どうなんだろうね、気になるよね、うん、なんか出汁いった。人参と出汁、お、混ぜてどうなるんだろう。結構たっぷりでいいんじゃない？ちょっとしかつかなかった、うん、こんなもん。先生、ここつけんだよ、こうやって、うん、こうつけんだよ、うん、食べて、うん、どうだ。食ったことない味だ。美味しい。不思議で美味しい。美味しいんだ。何これ。これ視聴者さんに来てほしい、ここ。食べてみてほしい、うん、うまい、うん、これ絶対楽しいよね。楽しい楽しい。
ってみる。マジうまい。たっぷりつけていこう。なんかね、食ったことない味、当時。あっ、うん、めっちゃうまい。うん、さあ、ここからもうみんなちょっとパクパク食べていって、はい、おそらくこれが食べ終わる頃には、うん、もうコマと迷路が完成してると思うんで、はい、じゃあみんな食べていきましょうか。はい、はい、みんなの作った迷路がレーザーでカットし終わりました。こちらです。すごい、かわいい。あ、こじくんね、これがせんちゃんで、これがママ、うん、せんちゃん、タコさんがちゃんとタコさんになってるよ。あ、ちょうちょうが、うん、すごいね。かわいい。はい、さあ、というわけで、はい、完成しました。すごい、できてる。すげえ、すごいわ。どうよ、おいさく、うん、すごくない？すごいよね。時代よな。時代よな。時代やわ。すごいわ。当時かんな、どう？いやすごい。すごいな。すごい。次はもう9割方完成してるんですけど、はい、あとは棒をつけるので、まずここに穴を開けるっていう作業と、あとは棒をつけるっていう作業ですね。はい、で、穴を開ける作業はこちらの方でやっていただいて。はい。はい、で、穴を開けたやつをお渡しして、はい、あとは棒を刺して完成。なるほど、うん、じゃあまずお兄さんに穴を開けてもらいましょう。はい、はいはい、穴を開けましょう。今ですね、はい、お兄さんが穴を開けてくれて、はい、あとは最後に棒をつけるっていうことですね、うん、はい、これをつけていくと。うん、あ、館長いった。はまらない。はまらない、大丈夫か。はまった、はまった、はまった。オッケー、いった。当時もいった。いった。まっすぐいった。あ、いった、いった。いけたか、おいさく。あ、行ったかも。よっしゃー。うい、はい、みんな刺さったね。うん、できた。これで完成ですか。完成です。よー、あとあれか、回るかどうかみたいなことですか。そうです、ってことですね。やってみる、じゃあ今やってみましょうか。誰からやる。当時やってみる。うん、いくよ。おー、めっちゃ回るやん。これ、お兄さんどうです。大成功。大成功です。ナイス、ナイス、ナイス。今まで作ってきたコマの中でもう本当にトップレベル。おい、すごいです。僕が作ってるのよりもあるかもしれない。マジっすか。本当にありがとうございます。すごいすごい。じゃあカンちゃん行こうか。カンちゃん、わお、すごいすごい。カンちゃん、もっと強く回したら、もっともっと強く。なんか綺麗だし、それで。ウェイ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 、え、これすごいんじゃないですか。お兄さん、これも良くないですか。すごい綺麗です。おお、何してんの、何してんの。東大喧嘩みたいになってるから。ナイス、ナイス。さあ、そして、おいさく、頼む、頼む。じゃあ、行きます。はい、おいさく。もうブリーン取れてるわ。もう入ってないのよ、おいさく。ん、三つ目としては正解。入ってなかったな。さあ、今ちょっとつけ直して、つけ直してね、行っちゃいましょう。はい、行きます。はい、おい、いいよいいよ。どうよ、え、めっちゃぐらい、結構いいんじゃない。いい、やったほうがいいんじゃない。おっ、いい、大成功じゃん。大成功よ。どうですか、お兄さん。みんな大成功。イエーイ、やった。じゃあ、それぞれに聞いていきましょうか、うん、当時やってみてどうでしたか。え、すごい楽しかった。楽しかった。うん、もうなんかここに入りたいくらい楽しかった。さっきもさ、ポテトうますぎる言うて、うん、ずっと食べてたもんな。うん、やばい、もう楽しい、ここ。うん、かんちゃんどうだった。すごい楽しかったし、うん、意外とうまくできてよかった。よかったね、うん、おさくは。いや、もうほんま楽しかった、マジで楽しかった。ポテトも食べれてさ、うん、バタフライも飲めてさ、うん、こうやってお兄さんも優しいさ、お姉さんも協力してくれて、うん、でも全てのとこ ミラクルハーモニー。やかましいな。お前はずっとやかましいな。助かってるで。こちらはこれで終了ということなんですが、まだなんかどうやら燃焼チームがやってるみたいな。そうなんですよね。はい、続きを向こう見てください。はい、さあ、ということで3人とメロは完成しました。ねえ、ちょっと見せてください。はい、せんちゃんのかわいいカラフルで、かわいい。そして、嫁サックもね、実は作ってました。かわいい。周りも、ね、字で書いて、はい、書いてみました。そして、ポジサック、
いいね。かっこいいじゃん。疲れたね。ということで、集中したね。うん、やってきましたが、せんちゃんいかがでしたか、やってみて。楽しかった。楽しかった？せんちゃん。せんちゃんも疲れたんかな、ちょっと。うん、そうね。集中してやってたもんね。うんうん。小じさくはいかがでしたでしょうか。とにかく疲れた。すっごい集中してたもんね。でも楽しかったし、こんなに素敵なものが作れるなんてすごいいい思い出になったよね。はい、ということで、じゃあこれでね、迷路チームも完成です。はい、完成しました。終了です。ありがとうございます。一番時間かかったよ。そうだね、めっちゃ時間かかったね。頑張ったってことよ、それだけ。はい、集中したからね、遅かったね。そうだね。そうね。うん、いいことだよ。うん。はい。うわー、ほんま楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった。マジで楽しかった。楽しかったし、うん、めちゃくちゃ疲れたし、めっちゃ集中した。集中、あ、なんかめっちゃ頑張ってたんでしょ。うん。楽しかった、でも、うん、よかった。もうせんちゃんが自分で作ったのが気になってしまった。気に入っちゃったね。おじさくもありがとうね、今回ね。いや、楽しかった、マジで。ほんま、ありがとう。ここめちゃくちゃポテト食うてたの。うますぎたもん、あれ。おっちゃん知ってんねんで、カメラ止めてる状態でめちゃくちゃポテト食うてた。うまかった、ほんまかいな、よかった。さあ、今回ですね、お邪魔したアケルエさんは、はい、こちらの特別招待チケットをスクショするか、ツイッターで投稿するクーポンを提示すると、うん、なんと200円割引で入場することができます。すごいよね、うん、詳細は概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。チェックしてください。それでは最後にアケルエさんにお礼言いましょう。はい、それではいきますよ。アケルエさん、せーの、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。